それではね、配列のね、出現頻度の問題、ちょっとね、難しい問題、2問、発展的な問題見てみましょう。1問目、次の配列の出現する確率は、5ダッシュから3ダッシュにかけて、AAAC、5ダッシュから3ダッシュにかけて、GTTT。あ、簡単ですよ、先生。ね。塩基は ATCG の4種類なんだから、4種類のうち、初めに A が選ばれる確率は4分の1。次に A が選ばれる確率も4分の1。次に A が選ばれる確率も4分の1。ね、最後に C が選ばれる確率ももちろん4分の1。だから、上の鎖だけ見たと、上の鎖だけ見れば OK で、上の鎖だけ見て、4分の1の1、2、3、4乗。ね、4分の1かけ4分の1かけ4分の1かけ4分の1。だから、4分の1かけ4乗ですよってやったら、これ×なんだよね。これ×なんですよ。これなんでかっつうと、見て、今君が数えたのはこんな配列だ。上の鎖だけ見たときに、上の鎖に AAAC と並ぶ確率。ね、確かにそれは、4分の1かけ1、2、3、4乗だ。だけど、見逃してる配列があって、見て、上の鎖に GTTT が並ぶときも、あなたは数えなきゃいけなかったんですよ。これを無視したでしょ、今。いやいや、先生、問題文の配列見てよ。問題文の配列もう一回見なよ。上の鎖が AAAC のやつを探すんだよって。何 G から始まって。ね、全然違うじゃん。GTTT 全然違うじゃん。でもさ、これ5ダッシュ3ダッシュに気をつけてもう一回見てみよう。5ダッシュ方向から3ダッシュ方向に向かって3ダッシュ方向に向かって AAAC、 5ダッシュ方向から3ダッシュ方向に向かって GTTT。 これさ、ひっくり返してごらん。これひっくり返してごらん。いくよ。5ダッシュから3ダッシュに向かって GTTT、 5ダッシュから5ダッシュから3ダッシュに向かって GTTT、5ダッシュから3ダッシュに向かって AAAC、 5ダッシュから3ダッシュに向かって AAAC。 ちょ、条件満たしてるよね。これただ上下ひっくり返っただけだね。だからあなたは上の鎖ね、遠距離をずらーっと見ていくときに AAAC だけじゃなくて GTTT も、この配列が上下ひっくり返っちゃった GTTT も数えなきゃいけなかったんだ。だから出現確率は2倍になって、4分の1かけ4乗かけ2の128分の1が出現確率になるわけです。このまんまの配列と、この上下ひっくり返した配列もカウントしなきゃいけないんだね。そこがとっても難しい。そしてね、絶対この問題とセットでやんなきゃいけない問題があって、こちら Q2 問題文同じです。次の配列の出現確率はこんな配列。これって回分配列って言うんだけど、どういう意味かっていうと、こっちから読んでもこっちから読んでも同じなんだよね。 GAATTC GAATTC ね、さっきは違うよ。さっきは違うよ。AAAC、GTTT、違うでしょ。でもこっちは GAATTC、GAATTC。こっちから読んでもこっちから読んでも同じなんだよね。この回分配列って言って、基本的に制限構造が認識する配列って、こんな風な回分配列です。例えばこれは確か、これね、エコ R1 っていう、エコ R1 っていう制限構造が、この配列を認識して、この配列を認識して、この 6A、この6塩基対を認識して、まあそしてここで切るんだよね。まあ切る場所は今回問題に関係ないけど、こんな風に、制限構造が認識する配列ってちょっと特殊な回分配列になってます。そうすると計算式が変わるんですよ。答え4分の1ね、 ATCG のどれかが 1,2,3,4,5,6 回選ばれるから4分の1の6乗でね、あの4096分の1と。いやいや先生、さっきやったこと忘れたんですかと。反対にしたの数えなきゃね先生。ほらさっきね、ここの配列だけ数えてるじゃないね。これを逆さにした配列もね、数えて2かけなきゃと思うでしょ。これ逆さにしてごらん。これ紙を逆さにしてごらん。これ逆さにしたら元に戻るんですよ。あのこれの反対は区別できるけど、こんな風に回分配列の配列って逆さにしても同じ配列なんですよ。だからこの緑と赤みたいに2種類生まれてこないんですよ。だからこれ2をかけないんですね。これちょっと意地悪な問題だよね。あのね、私立大学なんかがね、たまに出すんですよね。だからこれ気をつけて、回分配列かどうか、つまり制限構造認識配列かどうかをちょっと区別して、配列の出現頻度はちょっと計算しなきゃいけないっていう。ね、気をつけてください。回分配列は逆さにしても、逆さにしても全く同じ配列になっちゃうから、意味ないけど書いてみようか。意味ないけど書いてみようか。これを逆さにして、これを逆さにして、下の鎖が上の鎖になるから、下の鎖が上の鎖になるから、こっちから読んでいって5ダッシュから3ダッシュ向きに GAATTC、 GAATTC で上の鎖が下に来るから5ダッシュから3ダッシュ方向に読んでいって、
GAATTC 5出しから3出し方向に GAATTC ほら見て同じ配列になっちゃってね、同じ配列ですね、まあ当たり前ですね、同じ配列、さっきは逆さにしたら違った配列になっちゃったけど、今回みたいに回分配列の場合は逆さにしたって同じ配列ができるわけだから、2回ね、かあの2つ分数える必要はなくて、か2をかけちゃいけない、ここに2をかけちゃいけないんだね。まあこんな風にね、ちょっと難しめな問題でね、しばらくはスルーしていいけど、もしね、あの二次試験対策なんかするようでしたら、制限構想認識配列か、そうでないかの区別もしっかりやりましょう。